ナイト、ちょっと待てよ、ナイト。おい、村島、忘れ物だよ。5年ぶりのシングル、前回はお前が勝ったが、今日は俺の勝利だ。俺はもしかしたら今日が高木対内藤最後のシングルになる、そういう思いを背負ってリングに上がった。だから俺が今日勝って一生いっぱいだから、いつかまた近いか遠いか知らないが、10年後か20年後か知らねえが、またやるときは今日以上に強い高木慎吾で迎え撃ってやるからな。おい、内藤。内藤、今日はありがとうよ。ゴングの前にはやらなかった内藤への答えです。大阪、大阪。そんなもんじゃねえだろ、大阪。ついに来たな、ついに来た。今年も激烈の夏が来た来た来た。あの来た来た言いたい、もう頭に響いてるよ。おい、最近よ、なんだかニュースで世代交代世代交代ってうるせえんだバカ野郎。開幕戦の面見てみろ、2人とも40代のおっさんだぞ。ほらだが俺はそんじょそこらのおっさんとは違うぞ。日本一、いや世界一元気はつらつおじさんだ。20代だろうが30代だろうが、この41歳初おじが力でねじ伏せてやるよ。それからあんまり SNS 見ないから分かんないけど、今年の G1 の優勝予想って一体誰なんだ。おい、みんなどう思うよ、誰だよ、誰誰。欲しかったくせに、すごい上手いですね、言わせるのが。これがキャリア20周年を迎える。俺じゃないでしょ。当たり前だろ、俺がやらなきゃ誰がやるんだ。ということで最後までこの G1 クライマックス、てっぺん目指してランピースローン暴れるごとく駆け上っていくぞ。強烈だったぜ高木。レスラーになる前、アニマル浜口ジムで一緒に汗を流してた高木慎吾のようだったよ。憎たらしいぐらい強くて堂々としてて、ああいう高木の姿をまた見れて俺は嬉しいよ。IWGP 世界ヘビー級チャンピオンとして情けない姿でしたか。ああそうでしたか。じゃあ高木、レスラーになってこれで一勝一敗だ。いや一回俺の先輩はあるけど、リング上で戦った数で言えば一勝一敗だ。ちょうど俺も今このベルト持ってるんだね。やってみる、やってみる。まあ高木の気持ち次第、そしてこの G1 クライマックスの行方次第な部分も大きいけど、俺は高木とこのベルトをかけてやってみたいなって素直に思いましたよ。まあでも今は G1 クライマックス、まだ初戦終わったばっかなんでね、この1敗はものすごく大きいよ、大きいと思うよ。でもまだ終わってないんでね、俺の夏は
まだ終わらないですね。カブロン。おい、座ってこい、おら。チェア持ってこい、おら。チェア持ってこい、おら。なんだこれ、さ、おら。まあ、ビールじゃねえからいいか。暑いね、リング場。まるでサウナだよ。なんかある。新しいこう力がもう迫ってきてる中で、このタイミングで内藤選手とシングルをこのメインという舞台で戦えた、今この戦いを振り返ってどんな思いですか？おいおいおい、新日本プロレス、世代交代世代交代言っといてよ。おい、開幕戦のメインで、おい、 A ブロックの最年長同士当てて潰し合いしてどうすんだ。ほら、潰し合いして、もう俺はピンピンしてっけどよ。哲也大丈夫か？哲也、でもこれが期待の表れじゃないの？ああ、なんやかんや言っても俺と内藤が一番メイン多いみたいだし。ああ、だからな、おい、あと名前なんだっけ？山崎と申します。山崎さん、山崎さん、俺も内藤も、いや特に俺は若いやつらの踏み台になるつもりも、おい、これっぽっちもねえからな、おい。ああ、逆に俺が利用して美味しいところは全部41歳の初田総理さんが持ってくからな。ああ、今年の夏はそういうダンスだ。あの5年ぶりのシングルというところで、あの高木選手は戦いの前にリングの中では人間力が大事なんだという話をされていました。内藤選手と相対した時にどんなことを感じましたか？いや、それはあの某 T スポの取材で話したけど、人間力っていうのは、ああ、だからその世代交代ってことのテーマに対して言ったわけで、ああ、セミファイナル確かにすごかったよ。ああ、エントランスで待った時、竹下と陽太の試合ドッカンドッカン来てたな。ああ、メインより湧いてたかもしれんな。だからプロレスは湧いて、ね、湧いた湧いてないだけじゃねえんだよ。ああ、人間力が泥臭い人間ドラマが、それがプロレスなんだよ。そうだろ、山崎か、山崎か、どっちだ？山崎と申します。山崎さん、そうだろ、人間ドラマこそプロレスだろ。ああ、他には内藤選手から初めて勝利を収めて、あの最後去る際には、まあ、背中越しだったとは思うんですけれども、拳を突き上げた姿をご覧になっていたかと思います。あの姿というのはどのように受け止めていますか？いや、試合前になんか多分心理戦だと思うけど、試合前はもう敵だと思って見てたから、まあ試合終わったからね、まあ、勝ったからできたけど、まあ試合前に答えなかったから、まあ別に、壊すわけじゃねえけど、まあでもあいつは俺のこと昔から嫌いなんだから答えねえかなと思ったけど、やるんかいと思ってな。で、山崎さん、はい、次は誰だ俺、明日。明日は海野翔太選手。海野、おい、海野翔太今日どうだったんだ？おい、岡本、はい、どうだったんだ今日？カラムニウマ選手に敗れて黒星をします。大丈夫なのか、おい、腰は。え、あいつの、おい、別に SNS フォローしてねえけど、おい、おすすめ出てきたよ、たくさん。え、腰が痛くて1ミリも動けませんって？バカ野郎、お前1ミリって、お前これでお前2センチぐらい動いてんだろ。1ミリも動きませんなんて嘘つくんじゃねえよ、おい、翔太。翔太、そんなに腰が痛いんだったら今日も負けたんだろ。そんなに腰が痛いんだったら無理しなくていいんだぞ。なあ、海野翔太、今日の俺の試合さばいた海野レフリー、海野が2人いたらややこしいからよ。もう腰がそんなに痛いんだったら、おい、越山翔太の名前変えちまえ、おい。どうだ、岡本、越山翔太。え、それとも腰が抜けてんだったら腰抜け翔太に変えたっていいんだぜ。なあ、さっき言ったように20代の若そう、まだまだ人間味が足りねえよ。明日は41歳の泥臭いプロレスをお前に叩き込んで、いつも通り元気させずに俺が勝利したいからな。まあ開幕戦久々に汗かいたから疲れちまった。今日は開幕戦だから飛ばしすぎてもしょうがねえ。短めに30秒でコメントは終わらせてもらう。以上。